ーい。はーい。お腹すいたからラーメン屋に行きたいです。ただすごく眠いです。結構まだ昼なんだけどな、言ってもまだ。うん、まだ夕方、夕方、ちょうど夕方ぐらいなんだけど。本当に眠い。本気で眠い。なんか桃鉄やってると眠くなるんだよ、最近。てか、なんだろう、バッテンがなんかゆるふわーな雰囲気だからかな。なんか、うん、ひねもすーって感じで。すごい、ひねもすーって感じ。ね。春の海、ひねもすのたりのたりかなだよ、ほんと。のんびりとした情景なわけよ。今。情景とかに難しい言葉使わないでいただけます。さあ、何秒かかるかな。ほんとに長いんだ、これが。ほんとに投げんだ。投げんだ。投げわけよ、これが。ああ、ちょっと前回もこれやってくれる。ああ、つうか、今、モンストのガチャでね、リゼロのクリスマスガチャが来てるんですよ。リゼロの。俺、ちょっと正直リゼロわかんないから、あんまり引かないんだけど、あんまり引かなかったんだけど、20連でラムが1点出ましたね。だからレムが強いんだっけ？なんかレムが天魔7で使えるみたいなのが聞いた。一応私今回天魔バトル20なんとか突破して、ネオのワクワクの実を1個 EL にできたんですけど、正直ね、全クリは本当に無理だからさ、俺の中じゃ。うん。まあ、できる人はできるんだろうけど、私は無理なんで、もう天魔4の時点で正直ね、適性なかったもんだって。強いて1匹いるとしたらね、ジャック・ザ・リッパーだけだった。てってる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 。一応増資をしておこう。やべ、オレンジカードなくなっちゃった。みんな室戸行くじゃん。嫌がらせか。完全に嫌がらせに来よんな。やってくれてるぜ。ほう。よし、頑張るぞ。うん。やべえな。正直倒せないなって感じ。まあ、なんかお前らしくていいな。うん、そうね、ワープした分きついね、お前らは。そろそろ向かわないとまずいな。うん、今。まあまあ今か。え、今か。うわ。またキング来てよ、キング。桃鉄界の橋本環奈。何が桃鉄界の橋本環奈はキングボンビーなん。どっちかっつったら優しめな気がするけど、なんやねん。もう早しねえ、お前じらすねえ。1で生き残ってんじゃねえよ。いらねえわ、2個も。1個でも確定で死ぬんだよ、そいつ。やっぱお腹すいたな。徳島とか行きたいな。うん、無理だね。無理だし、ひでえな。もういいよ、もう。なんでもいいわ。知らねえよ、もう。すられなきゃなんでもいいわ。もう勘弁してもろて。48480って。いらな。やべえ、マジで眠い。来い。パーフェクト。それはパーフェクトだわ。また特性霊使ってるし。特性霊の大ファンですか、あなたは。はあ。おはよう。はい。新時代はこの未来だ。スカイツー全部。焦げてしまえば。あ、ツタツタムタンツタツタ。邪魔者やなものなんて消して、この世とメタモルフォーゼショーゼミュージック、君が起こすマジック。
目を閉じれば未来が開いて、いつまでも終わりが来ないようにって、この歌を歌うよ。 You wanna be real again、 ギリギリ綱渡りみたいな旋律、認めない戻れない、忘れた夢の中に、そして I want daily、 見えるよ新時代が。今治って投資した？あ、してねえわ。今治投資しとくか。よいしょ。やーべ、マジ鼻水止まんね。なんか最近よく泣くようになったな俺、ほんと関係ねえけど、感情出すのってでもね大事だと思う。人がね感情出さないとね、もうほんと機械って一緒だからね。感情出すのは大事ですよ。感情シリーズ出していこう、みんなも。シュリンガーラ、カルナ、ビーラ、ラウドラ、アドゥブタか。アドゥブタがなんか俺の中で一番存在感がない。なんだろうね、なんでアドゥブタあんなに存在感ないんだろう俺の中で。使わねえからかな。使わないし特に苦戦もしてないからだろうね多分ね、うん、苦戦っていう意味だとラウドラは苦戦したな俺は。本当に苦手も苦手、大っ嫌い。出た、帰れよマジで。何しに来たんだよ。ドジラスエンサーもまたそこかよ。俺以外だって誰も出さねえじゃん。ててててるてる、ててててるてて、てててててて、てる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 。え？は？ねえ、もう待ってかよマジで。でもまたそこ潰れんのかよ、もう本気でうぜ。ブーじゃなくてですね、ほんとマジでなんなんお前。あーうぜ。本当にうざい。ね、本当にうざいんだけどね。じゃあ何がうぜってね、タラスホテル消えるじゃんそれやるとさ。やべ、本気でストレスだわ本当お前。マジめんどくせえあいつ。ぶっ殺してやろうかなあいつ本当。ドジラスとかいうやつ。ボコボコにぶん殴ったら。あいつまたやりやがって、マジでもう。やべ、ガチでムカつくわ。あー俺についてんのかよ。あーめんどくせえマジで、ほんとにめんどくせえ。おめえら全員まとめて消してえわ。あいつマジどうやって片付けようか、ほんと無視した。いや助かったけど。これマジかよ。目的地どこだっけ。あ、物件買い直せるわ。でも目的地の場所忘れたけど、目的地どこだっけ。青森かなんかだっけ。そんなバカな。あ、青森だった。意外と勘って当たるものね。場所がね、ムカついてるやろな、あの黄色。わしのトラベルチャンスやねんけどって、わしのですけどって多分ね思ってんやろなあれな。これ一番謎なんだけど、これ何、俺の脳内メーカー。
そりゃ下がるだろうよ、あんだけ潰されたんだから。もう許せねえ。もう423しかなかったし、そんで数字、いやもういろいろと勘弁してくれマジで大変だよ。